はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エッティブログです。私たちはドイツにいます。レナの実家でございます。そう、めっちゃ雰囲気がいいよね。ね、いつもこれをスタジオにしたい。そうだね。なんか後ろに絵もあって。そう、今日は私の両親と一緒の企画があります。日本から持ってきたレトルトカレーを食べさせてあげたいと思います。日本のカレーってなかなかね、こっちで食べれないので、多分初めてだと思うよ。日本には来たことあったけど、こういうものは食べないでしょ、日本に来ても。ちなみにご飯も買ってきました。ああ、佐藤のご飯、これ美味しいので。私は食べたことないよ。俺も食べたことない。なんで美味しいと言えるの？あの、みんなの噂で佐藤のご飯美味しいよってよく聞くので、佐藤のご飯とボンカレー、辛口で、これ中辛だから、あと値段もだいぶ変わってくるし。そうだね、こっちの方がちょっと高級な高いやつだね。うん、そう。だから両方食べさせてみて反応もちょっと、甘い方が好きか辛い方が好きか、日本のご飯はどう感じるかを聞きたいと思います。ぜひパパとママに食べさせていきたいと思います。はい、じゃあ準備しましょう。じゃあこのカレーを準備します。ママで出すけど、でIn der Mikrowelle. Das macht man alles in der Mikrowelle. Wir haben zwei verschiedene Currys. Eins ist ein so mittelscharf und das andere ist scharf. Wobei in Japan scharf auch nicht scharf ist. Das hier ist ganz einfach. Das kann man so in die Mikrowelle tun, wie es ist. Zwei Stück? Jo. Oh, ist so. Mama, was meinst du, sieht's gut aus? Nein. Aber es riecht schon. But do you like Indian curry? Yes. Aha. Ja. Okay, also, das steht bei 500 oder 600 Watt 2 Minuten. Kann man die Wattzahl einstellen? Ja, ich habe keine Ahnung. この点線まで多分剥がして、あ、はい、500ワット600ワットだったら2分、1000ワットだったら1分30分。剥がす、なんか水入れるとかじゃなくて、どうか、ちょっと読むわ、わかんない。やったことないか。Schlechte Vorbereitung. はい、読んで、教えて。うん、大丈夫だと思う。何が？ここをここまでピッて剥がして、500、600ワットでしょ？ Uh-huh. だから2分でやったら、出来上がるはずです。Okay. Und dann hier rein. Uh-huh. Und dann wahrscheinlich auf Leistung. 100%, 80%, 60%. Nein, das ist nicht gut. これワットがないよ。え、ドイツの電子レンジ。え、ワットないんだ。2分。ワット別に選んでないけど。まあ一回出してみてふっくらしてればいいんじゃない。Weiß nicht, wie viel Watt. 面白いね、ドイツの電子レンジでワットないんだ。Wir machen das nach Gefühl.感覚でいつもやる。できましたよ。じゃあ適当にご飯を温めたから、本当に温かく、ああ、温かい、温かい、大丈夫、大丈夫。うわ、熱い、熱い。オッケー。ふっくらなってる？大丈夫、大丈夫。大丈夫。いや、das ist warm ist。いや。ちょっと試食したらいいんじゃない？ジャパニーズの俺が。あなたが試食するんですか？大丈夫。美味しい？これも、わかんないけど、ワット数でなんとかって書いてあるから、ね、だから2分ぐらいやるんじゃない？ 1分40秒とかでやって、うん、とりあえず、ね、これ見てれば多分ね、これふっくらしてくるから分かる。だからこれだよ、700ワット以上は使用不可能って書いてあるよ。これ700ワット以上かな。分かんないもんね。爆発したらやばいことだよ。爆発したら怒られるよ。だから、だから見てれば大丈夫だって。あは、ずっとちゃんと膨らんできて、めっかとん、いや、damit es so aufgestellt ist, damit es nicht ausläuft. Es hat ein Ventil. これ大丈夫かな？なんかだいぶ膨らんでいるよ。今何分？爆発したらやばいことだよ。Ihr macht die sauber, wenn du dreckig ist. 今ね、プシューってなったから大丈夫。大丈夫？うん。あ、めっちゃいい匂いしてきた。Yeah. Can you smell it? Yes, yes. Good.出来上がりましたね。大丈夫かな？大丈夫、熱いから気をつけてね。じゃあ
半分のご飯を、そうだね、半分ずつにしようか。ここに入れて、熱い、うわ、美味しそう。Was ist das für Fleisch? Das ist Schweinefleisch. え、豚、豚かあれかわかる？ゴロゴロ野菜と牛肉。これさ、中辛とかじゃなくて辛口だよ。大丈夫？うん、そうだよ。パパが辛いのが好き。スパイシーだよ。そう、スパイシー。日本のスパイシーはスパイスじゃないから大丈夫。あ、そうなの。Don't have the problem with spice. So, 私と比べたら全然辛いのが食べる。じゃあ甘口よりもこっちの方が美味しいかもね。スパイシーでやつの方が。OK、熱っ。甘口カレーの出来上がり。あ、やりすぎたかも。かもね。一回混ぜたらいいんじゃない？こっち、シャシャッと。ああ、注文の多い男だね。ジャパニーズライスだから。ちゃんと美味しい状態で食べてもらわないと。もっとガーッと飲めて飲ませればいい。自分でやってください。はい、どうぞ。ちょっと分離してる。はい、ご飯も乗せてください。はい、綺麗に。これ難しいね。あは、どこかに置いて。はい、できました。 OK。 はい、じゃあ、はい、できました。カレーです。Also, es sind zwei verschiedene. Ihr dürft sie beide probieren. Und dann unseren Senf dazu abgeben. ちょっとカメラセットしようか。じゃあまずは安い方を食べてもらおう。こっち。トップバリューの甘口安いカレーだね。Das kostet 80 Yen oder 90 Yen. Oh nein! 値段言わない方がよかった。70 Yen. Inclusive Reis. Ohne Reis. OK. ああ、そうだね。Oh, was tut ihr uns da an? Schmeckt nicht gar nicht so schlecht. Sehr schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Not bad. 合格ですよ。Not bad. 他の？Könnte schlechter sein. 二人は食にうるさいですから、ね。いや、なんかもっと まずいと思ってた。あ、うん。うん。いや、好きちょっと。Aber es ist nicht mein Preferite. Das andere probieren? Ja. Also da ist dann auch ganz viel Gemüse noch mit drin und ordentlich Fleisch noch mit drin. Das kostet fast viermal so viel wie das. Ja, das.Schmeckt halt anders. Okay. Wie anders? Besser anders? Nö? Nee, erstmal nur anders. Das ist also eine ganz andere Geschmacksrichtung. Ja, ne, ist schärfer, oder? Auch ein bisschen schärfer. でも進んでるよ。もう3杯4杯ってるよ。これはいいっていうことですか？はい、やしめちゃう。うん。あと、しめちゃう。両方美味しいよって言ってる。うん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 。Dann war's gut. Ja, kann ich das genauso essen wie das? Das ist schon besser. Der Ingredienzien. Ah, こっちの方が better. It's better, yes. 野菜とかお肉食べた？ Aber die Gesamtkonsistenz ist mir eigentlich zu pumpig. Finde ich auch. その食感というか、そのなんていうんですか？あの、自分Bindemittel oder so. Ja, genau. あの、そのなんとろみが多すぎる。どっちも。日本のカレーはそれが特徴的でしょ。トロトロだもんね。インドカレーとかもうちょっとシャビシャビしてるもんね。あとですね、スペシャルです。やっぱり値段の違いはあるんだ。はい、合格しました。 Wenn ich mal schnell einen Hunger hab, aber ich glaube, ich würde mir das selber nicht einstellen. だからお金がそんなにないとか早くなんかを必要だということが、まあ
日本で人気があるのはわかるけど、自分だったらは買わない。いや、ワイビエスンカイネフェティックルヒテ。俺、一個気になることがあってさ、スーパーに行くとさ、インドカレーとかタイカレーのさ、こういうレトルトあるじゃん。で、シチムとは、We don't know。あ、でも食べたことないんだ。あ、そう。いや、あ、エスンビリヒ。Nein, ich brauche Japanese fresh curry. Not so. だから二人ともね、もともとレトルトカレーを食べるっていう文化がないから。そう。Wie findet ihr eigentlich den Reis? Ist gut. Ja, Reis ist gut. Do you feel spicy? It's okay, a little bit. Ah, a little bit. Yes. Not too much. No. For Japanese people, like, it's very spicy. Ah, yes. だって辛口って書いてあったから、中辛じゃなくて。Nein, das ist mild.Also, ich kenne auch genügend Deutsche, die würden sagen, ja, das ist so eine Karakter. Karakter, nein. Nande? Ich kenne genügend Deutsche, die würden auch sagen, ah, ist das scharf. Ja. Ja. Aber also, es gibt auch wirklich scharfe Curries in Japan, die mir zu scharf sind. Oder noch was? Karakter, nein. Lena würde es essen. Oh, nein. Kocho? Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ja, der Papa hat es.じゃあこれも俺が食べようかな。あれだね、ドイツのスーパーにもしさっきの佐藤のご飯とレトルトカレーを売っても買わないってことだね。ないね。ないね。二人とも買わないということで。Weil ich koche immer frisch. So. Aber wenn ihr das nächste Mal dann nach Japan kommt, dann kriegt ihr echtes Curry. Das ist sehr schön. Das hoffe ich auch. めちゃくちゃ美味しいカレーレストラン探しといて。そう、探さなきゃいけない。じゃあこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。